ゴーレム、それは森の森人、それが私の存在意義だと疑うことはなかった。その時まではお父さん。いただきます少しは落ち着いて食せ。こんなとこにゴーレムなんて珍しいね。本当にあいつのことが大好きなんだな。行こうソマリちゃん。ゴーレムの寿命を知っているか。私はあと1年と112日で生命活動を終了する。寒い夜は寄り添い合って。なんかお前すごくうまそうだ。あの子は人間だわ、あなたと同じ。なぜ人間がゴーレムと一緒に。ありがとうはコーチの言葉。お父さんはソマリとずっと一緒にいてくれる？